はい、やってきました、ズンズンチャンネル。最近言うことなくなってきて、なんか欲しいですね、新しい。もう芝生像もなんかこう飽きたし、新しいやつね、うん、なんか、なんでやねん、じゃあ絶対あかんやろ何も言ってない、うん、ということで、まあまあ、ズンズンチャンネル、もうこのね、スタイル、なので、もう何かわかると思いますけども、最近ちょっとレギュラー化している、作ってみたシリーズ、もう第何弾かな、5、6弾いってんちゃいます？結構、まあいろいろやってきたんですけども、まあ今日はちょっとやっぱこう大阪人として、これも絶対やっとかなあかん、ネタをちょっとこう触らせてもらいましたわ。何かというと、ダンスホール新喜劇ですわ。行っとく？行くで！何かわかる。ちなみにこれ何かわかる。グダンス作ったんですよ。もうできましたね、じゃあ。グダンスできる。これだから、これなんでやねん。こうツッコミがね。なんでやねん。ダンスですもん、これ。これだからこれをマイルとかにかっこよくね。なるほど。プロのレゲエダンサーたちにかっこよくこれやってもらったら、多分かっこいいはずやねん。ちゃんとやったらね。レゲエのプロのダンサーなんてやつらおるやん。船こぐのかっこよくやねんで。なんかあったやろ、そんなダンスとか、こうなんとかシグナルでプレーンとかさ。でもこれも絶対かっこよくなるはずなんで、はい、ということで、まあ、今日はダンスホール新喜劇、作らせていただきました。もうこれはもう今度NGK 一回吉本新喜劇とコラボさせてもらってるんですけど、もう次の準備勝手にしてる感じですわ。あ、なるほどなるほど。はい、NGK ででも次回レゲエかける、新喜劇やる時のためにもう作っといたんですよ。じゃあもうこれもう完全最後で、ね、芸人さんとアーティストのみんなでラバダブできるでしょ。そうですね。はい。あの人の早口見れるかもわからんですね。そうやで、あの伝説の早口見れるかもしれん。早口バトル見れるかもしれないじゃないですか。はい。ということで、もうひょっとしたら来年ぐらいあるかもしれませんからね。はい、ということで、もう準備はもうバッチリなので、まあまあこれとりあえず作っとかないと始まらんということで、今日は、ダンスホール新喜劇、作ってみました。じゃあいいですか。まだなんかこれ作ってくれとか、あれ作ってくれとか、まあコメ欄見てますから、ちゃんと毎回全部見てますから、どんどん書いといてくださいね。はい、拾ってきますんで。じゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではなんでやねん。